おっしゃらずに観光を楽しんでください、ジゴロー先生。本来なら柔らがこのバルセロナの街を興奮のルーツボとさせとるはずよ。はい先生、ポーズ。あの不良娘のバカ OL には土産も買ってやらん。私は前回の世界選手権の雪辱を晴らすために死ぬ思いでトレーニングを積んできたのに。諦めろ、フル市長は。来ていないものは相手にできん。テレシコはもうヤワラと戦うために無差別級一本に絞ってきたが残念だったな。いえ、不先輩と聞いて少し安心しました。私がヤワラと試合して倒す世界で初めての人間になる。その夢はまだ消えたわけではありませんからね。なんですって、ヤワラが出場しないなんて。そんな、私はヤワラと試合をするために来たんだ。それなのに。そんな、私こそ今回ヤワラを初めて倒す人間になると思っていたんだ。肩すかしもいいとこだ。ジョーディもテレシコアも、そして中国のリー、キューバのゴンザレスも、世界の強豪はみんなヤワラさんと戦うためにここに来たんだ。しかしヤワラさんはここには来ていない。来てないどころか、彼女はもう柔道をやめちまうかもしれないんだ。わからないのよ。松田さんにはわからないのよ。私の柔道のせいで家族がバラバラになった気持ちなんて。私が5歳の時、お父さんを投げ飛ばしちゃったから、お父さん修行の旅に出ちゃった。そして今度はさやかさんを鍛えて敵として現れた。私を倒すため。そんな気持ち松田さんには分からないのよ。何ですのこの部屋は。ベッドも家具も全部特注のものを運び入れなさいと言ったはずですわ。は、輸送に手間取りまして、間もなく到着いたしますので。まったく、もうだから世界選手権など出たくなかったのです。海沿いの別荘に戻ります。用意をなさい。はあ、しかしさやかさん、あの別荘からだと試合場まで時間がかかります。このホテルでないといろいろ不便で。試合には出ません。私が柔道をやっているのは猪熊やわらと戦うため。世界選手権など私は興味ありません。いやしかし。棄権するのは俺が許さん。試合には出場してもらう。嫌ですわ。世界選手権に優勝したからって何になるというのです。何度言ったら分かるんだ。これも俺の稽古の一つ、道場破りツアーの続きだ。俺はお前が猪熊やわらと勝負するまでコーチはやめん。分かったか。優勝できるもんならやってみろ。
が、早くベッドと家具を入れ替えさせなさい。はい。ところでお嬢様、記者会見のお時間でございますが。記者会見？スーパースターも楽じゃありませんわね。徳永、着替えます。はい。奇妙な形ではあるが、この二人には一応の師弟関係が成り立ってしまっている。恐ろしい人物だ、小次郎さん。それにしても八原さんがいない。この情熱の国スペインで僕たちの情熱をぶつけ合いたかった。八原さん。風祭さん、記者会見にエスコートしてくださる？はい。では参りましょう、風祭さん。はい。大神選手、どうですか？世界の強豪との対戦を目前にして。メダル獲得への意気込みを一言。メダル？私、別にあんなメッキもの欲しくもなんともありませんわ。でも、どうしても受け取ってくれとおっしゃるのでしたら、私に似合うのはただ一つ。金ですわ。やわら、どうしてしまったダーネン。一体どうしてしまったダーネン。すっごい、やっぱりすごいわ、ジョディさん。ねえ、猪熊さんも見た、この記事。見た。でも藤子さんのお腹もすごい。そうなの、順調も順調、大きくなりすぎるくらいなの。花園さんと私の子供ですものね。楽しみね。ねえ。ねえ、猪熊さん。ん？何度も聞いてしつこいようだけど、もう話してくれる気になった？なんで全日本体重別試合に出なかったのか。あ、いいの。言いたくなかったら言わなくていいの。まさか猪熊さん、このまま柔道をやめちゃうわけじゃないし。食べない？ケーキ漬けにケーキなんちゃって。ごめんね、藤子さん、心配かけちゃって。何言ってるのよ。あ、動いた。すごいんだから、元気で蹴りまくるのよ。私はどっちでもいいんだけど、花園さんは女の子がいいんだって。赤ちゃんの時から柔道の稽古つけて、猪熊さんみたいに強くするんだって張り切ってるの。ダメよ。え？そんなことして、もしその子が花園くんを投げ飛ばしたりしたら、花園くん修行の旅に出て家族がバラバラになって。猪熊さん、まだそのこと気にしてるの？それはあなたのせいじゃないってば。そしてその子を倒すためにライバルのコーチになって現れるの。だからそんなことしちゃダメ。まさか猪熊さんのお父さん、本阿弥陀耶香の。早い。48キロ以下級準決勝も開始早々、焼き場屋の連続技。
道世界選手権。ここバルセロナ、プラウブラウグラナの大観衆が大きく沸きます。すでにスペインっ子にはすっかりおなじみになってしまいました。シンクのガウンをまとって登場です。まるでスペイン名物の闘牛士のようであります。この派手なパフォーマンス、華麗な技の数々がスペイン子を魅了してやみません。女子48キロ以下級決勝までオール一本勝ちで勝ち上がってきました、日本の本並さやか。アミーゴー。そしてその本並と相対するは、前回ユーゴスラビアの世界選手権であの猪熊やわらと決勝を戦い、そして今回もまた得意の裏投げ、すくい投げに磨きをかけ、これまたオール一本勝ちで決勝進出の強敵フルシチョアであります。さやかさん、気をつけて。前回の世界選手権ではやわらさんが40秒で仕留めた相手ですが、今回はスピードもパワーも格段にアップしてきています。風祭りさん。はい。あんな敵前逃亡するような卑怯な娘と一緒になさらないでくださる。猪熊やわらが40秒かかった相手なら、私は10秒で仕留めて差し上げますわ。フルシチョア、相手がやわら猪熊ではないからといって気を抜くな。安心してください、監督。私はどんな時でも全力で当たります。相手がどんな雑魚でもね。女子48キロ以下級決勝、いよいよ開始であります。あー、つまらん。何が情熱の国スペインじゃ。しかし先生、結構楽しんでらしたじゃありませんか。お土産もこんなに買われたし。やわらがおらねば情熱の国も不完全燃焼じゃわい。おい、ユーテンジ、売店で何か買っていくか。何をおっしゃってるんです、早くしないと本神の試合始まってしまいますよ。何やらうまそうなもん売っとるが仕方あるまい。小次郎のお手並み拝見といくか。小次郎、さあ試合開始だ。上昇猪熊やわらに代わって世界に挑戦する本並さやか、優勝を手にしてまさに猪熊にとって変わることができるか。はあ、本当なら今頃この大歓声はやわらさんに向けられているはずだった。このままこの大歓声の中に帰ってこないのか、やわらさんは。ユウコ、やったユウコ、ホガミ試合開始早々放った小内刈りがユウコ。さやかさん、かっこいい。強い。あのフルシチョア相手に、この強さは本物だ。すごいぞ、さやかさん。これは、
何やってるんだ、ウルシチョは。よく見ていけ。ああ、私としたことが。この書類10枚ずつコピー取ってくれる？はい、10枚ずつですね。うん。猪熊さん、例の件だけど確認できた？あ、はい、後で表をお持ちします。あ、そう、じゃあよろしく頼むね。はい。おい、猪熊くん、ちょっといいかな。はい、すぐに行きます。なあ、おっと、古市は肩車。早い、本網、瞬時にそれをかわした。はあ、そして大内刈りだ。はあ、ワザーリ敵は柔らぎの熊だけだ。もっと後ろは後ろを取った裏投げか。一本それまで。本阿弥さやか。すごい、ヤバラちゃんなんかより全然すごい。明日の一面はぶっち抜きでさやかさんね、工作。とんでもない人だ、小次郎さん。あなたって人は。あの古市長に全く柔道をさせなかった。驚くべき成長ですよ、本阿弥は。一体誰に手ほどきを受けてあそこまで。所詮世界ナンバー2のコーチじゃ。ナンバー1のコーチはこのわしじゃ。猪熊さんのお父さんだなんて。このままじゃ猪熊さん本当に柔道をやめちゃう。どうしようもないわ。わかったわよ、蹴らないでよ。なんとかするわよ。いいの。